はい、今日なんですけど、ロボット相撲っていう皆さん知ってますかね。本当は、もう少し大きくて3キロのロボットで戦う競技なんですけど、まあ、これ半分のサイズ、まあ、多分元々1800ぐらいなのが、これ今90センチぐらいのサイズで作ってある土俵 でその上に、本来が20センチで作ってあるのが10センチ10センチで作ってあります。で高さは無制限で、重さも多分ね適当に作ったんでちょっとちゃんと測ってないけど、まあ、500g 以内で設計してます。で今年久しぶりにロボット相撲を再開するっていうアナウンスがちょうどねこの間出てましたね、ツイッターで。でそこのアンケートの中からちょっとアンケート答えていったら 500g 級開催するかもみたいなっていう情報出てたんですよ。なんかやったら出場します、 500g 級新しく開催したら出場しますかみたいな感じで案内が出てたんで、やるかどうかはわからないんだけど、500g 級あったらやってみたいなと思って、で以前ねちょっと 500g 級作ったロボットがあったんで、まあ、ちょっとそれで遊んでみたいなと思います。でこのロボットは、まあ、磁石1個ついてて、で走るようになってます。で実はここ鉄板ですけど、もしかしたら日本でやるとしたら、もしかしたら磁石じゃないかもしれないね。英語版のルール見つけたんですけど、それがルールブックに木の板って書いてあったから、もし国内大会あるとしたら、もしかしたら鉄板土俵じゃない可能性があるんですが、これは鉄板土俵で作ってあると。まあ、っていうので、まあ、今日はちょっと遊んでみたいなと思います。徳田君、ロボット相撲初めて？初めてですね。操縦のこういうロボコンチックのって、二足以外だと、15年とか、それぐらいぶり。じゃあ、まず、じゃあ、ロボット相撲のルールから簡単に説明しますとですね、ロボットが、最初1、2の3で仕切ります。でこの時にこの線のラインね、このオレンジ色の線がありますけど、この線より例えばこれはダメです、これは OK です、線よりこっち側にまずないといけません。あともう一つはこの線の幅ありますよね、線の幅の延長線にかかっていること。例えばこれはちょっとギリギリ、これは OK です。このラインから内側でこのラインに被ってるから、この仕切りはギリギリ OK です、うん、これがラインから超えてるのこれはなしです。わかる？だからここは OKOKOKNG で NGOKOK ってことですね。なるほど、まあ、その範囲だったら仕切ることができます。だから最一番端っこに置くことは これはギリギリ OK かな、うん、っていう感じになってます。でまず 1,2,3 で仕切って、それで勝負するとで、今回のロボットはブレードをカード落としてます。カード落としてあるんです。こういくと有利になります。逆にこうカード取られると負けると、基本的に相手のカードを取ると勝てるっていうルールになります。なので仕切るときもまっすぐ仕切ってこうだと、このまま前進するとちょっと不利になる可能性は高いですね。だいたいルールわかりました。だいたいわかりましたね。それじゃあ1回やってみましょう。でルー、あ、勝負なんですけど3回勝負になってて、うん、日本選手。なるほど。それじゃあいきますよ。じゃあ 1,2,3 でセットですね。はい。1,2,3。で準備ですかね。はい。で発見よーい残ったのこのターンでスタートしてるんですね。発音中にもスタート。発見よーい残った。ただ聞こえた後。た。あ終わってから。うん、まあ厳密にはターの合図でスタートすればいいんだけど、結構審判によっては「はっきりおいのこた!」みたいな癖のある審判もいるから、あまあ結構ターをみんな縦スタートするっていうの分かってるから、うん、ターを貯める審判もいるから、うん、まあ、ターを聞いてからちゃんとスタートしてくださいっていうことですね。なるほど、まあ、ちょっと今審判してくれる人がいないから、まあ、僕が行きますね。あじゃあじゃんけんに勝った人もやってもらっていいですよ。あそうですか、うん、じゃあいきますよ。発見多い残った。勝ったな。あ、勝った。まあ、こんな感じですね。これで1本選手です。なるほど。割れちゃった。動きますか？動かない。床に落ちちゃって死んじゃったから。
山本さんは赤いのにしますか、うん、ロボットは地面に叩きつけられて死んでしまったんで、まあ、机の上でね、やっちゃったんで、まあ、ちょっと内側にしようかな、うん、だからこのサイズいいですよね。あのロボットゾーンの土俵って実はめちゃめちゃ高くて、昔で10万、今だと多分15万、20万ぐらいするんですよ。なかなか土俵だけでも高いし、でこの2番の鉄板の土俵、しまっとく場所もね、大変だし、まあ、これぐらいがいいですよね、この机に乗って遊べるっていうね。じゃあ2本目いきますよ。1、2、3。はっけよーい、残った。今1対1です。1対1なるほど。3本目いきます。これで勝敗が分かります。このスキル大事ですよ、うん、1、2、3。はっけよーい、残った。しかも俺なんか動かんかったというわけで、3本選手で私の勝ちになりました。第3の負けですね。ホビーローズチャンネルの優勝です。ちょっと練習しましょうか。赤外線だからか分からない。なんかちょっと動きがね、まあ、反応がちょっと、ね、この赤外線のユニットはあのイスペットっていうところで売ってるやつで、あの受信機の基板と送信機の基板でセットで多分2,000〜3,000円で売ってたと思います、うん、ただ赤外線なんで確かに言うようにちょっと反応がね、遅延がある瞬間がありますね。止まらない時とかね。基本的にはまあ大体スムーズに動いてくれますけど、ちょっと遅延がある時があります、うん、じゃあ磁石ついてるんですね。なんか持ち上げる時にちょっと、あ、そうそう、ちょっとねフロントに磁石ちょっとちっちゃく入ってるんで少し効いてますね、うん、まあ、そんな強くないですけどね。強くないけどなんかくっついてるなって感じはする。うん、こうなると逃げられないんだよね。バックする以外方法ない。よっしゃー、なるほど、っていう感じです、うん、じゃあ、よくあるのはあの仕切り直しとかでこういう仕切り方をするときある、まあ、あの審判が最初から指定して仕切ると、まあ、これは発生するのはあの硬直状態が多い時とか、何回やってもその物言いでやめってかかってやり直しみたいな時はもう審判が最初からもこういう風にこの位置で今回はスタートしますみたいなパターンがあって、うん、これで一回やってみましょう。はっけよーい、残った。やばいぞー。なるほど、っていう感じですね。赤外線なんで数字が先読まないといけない、難しい。1、2、3。はっけよーい、残った。確かに、おわー、ちっちゃいから出ちゃいますね。出ちゃいますね。あ、でも実際の音もこんなぐらいのスケールなんでね、多分ブレーキがないのが問題なんでね。これ行き切ったらこのなんて行っちゃうんですよ。まあ、感性がね、そう、感性が残っちゃうんで止まらないんですよね、うん、まあ、本当の制御的には止まってるんだけど感性で動いてしまうんで、まあ、というわけで、まあ、こんな感じのちっちゃいロボットで、まあ、ロボット相撲今までやってなかったって人でも 500g がもし、ね、始まったら、気軽に始めると。土俵も安いだろうし、ちょっとね、方式の値段がちょっとはっきり分かんないけど、まあ、もともとでっかい土俵よりも圧倒的に安い。なんだったら木の糸だったら、まあ、自作できますよね。実はこれも自分で作ってて、まあ、これ鉄板で作ったんだけど、まあ、鉄板ピューってハサミで切って、ヤスリやって、マスキングしてスプレーして自分で作りました。まあ、そんな感じで木の糸だったらね、塗装とかでも作れると思うし、まあ、安く始めることができると思います。で、ロボットの製作費も、3キロ級だとそうですね、マクソモーターとか使うとモーター代だけで6万とか7万とかね、うん、そこにリフォバッテリーのでっかいやつとか買っていくと、まあ、すぐ10万超えます。だいたい20万とかそれぐらいかな、かかるんだけど、まあ、この機体だったら4,000円ぐらい、そうですね、1万円ぐらいあれば結構性能いいの作れるんじゃないかなっていう、うん、例えばこれ今電池だけどニッケル水素とかリフォとか買ったとしたって数千円だし、まあ、制御の基板もアルドゥイノを使うとか、
で、あとはドライバー解除とかもそんな高くないし、ね、電力はないから、うん、ってなると、まあ多分本体作るの1万円ぐらいでスタートできるんじゃないかなと。まあちょっとお金かけたって2、3万とか、うん、そんなもんでスタートできると思うんで、まあ、もし 500g ね、ロボット相撲でスタートしたら、皆さんね、ロボット相撲今までやったことなかったって人も、まあ、これからスタートする競技なんで、チャンスありますよね。ありますね。そうそう、ロボット相撲っていうのは何十年も続いてるから、今からやろうと思ってもレベル高すぎてなかなかね、難しいんだけど、新しく始まるこの競技だったら、勝てるチャンスあると思うんで、ぜひ参加してください。ウタキも参加してくれるの？そうですね。ロボット作れるなんかノウハウがあればなんですね。このブレードとかよくわかんないし。ああ、なるほどね。じゃあその辺もこの、ね、皆さんから反響あれば紹介していくかもしれないです。なんかね、コメントあれば、質問あれば聞いてくれたら答えます。ちなみに僕、ロボット相撲は自分自身では全国大会に2、3回行ったことがあって、教えてる学生はあれですね。全国4位までだったかな。全国4位まで行ったことがありますね。というわけでなんで、普通の人よりは多分詳しいと思うので、聞いてもらえたら答えれることもあるかなと思います。というわけで、皆さんもロボット相撲 500g 級、始めてみてください。バイバイ。